日本鹿児島県日置市、移住院長郡移住院長郡は、鹿児島県日置市の大技。旧薩摩国日置郡移住院郷軍村、日置郡中移住院村大技郡日置郡移住院長大技郡郵便番号は899-2504。移住院長郡1丁目から移住院長郡2丁目、及び移住院長郡がある。人口は2970人。 世帯数は1224世帯。日置市の東部、上の川中流域に位置している。阿生駅の北方には、移住院長か神殿。北方から東方にかけては、移住院長向生田東方には、移住院長、清藤。南方には、移住院長、伊賀倉。南方から東方にかけては、移住院長徳重、徳茂。 伊集院長徳茂一丁目、伊集院長徳茂二丁目、伊集院長徳茂三丁目、東方には伊集院長名園寺がそれぞれ接している。浅井駅の中央部を鹿児島県道37号伊集院日吉線が通っており、伊集院高校前交差点では鹿児島県道304号線名伊集院線と分岐し、県道37号は進路を北東に変え、 国道3号に合流する。県道304号は北方に進み、薩摩仙台市方面へ向かう。阿佐駅の南部には、日置市役所及び、移住院文化センター、日置市移住院総合体育館、鹿児島県立移住院高等学校が所在している。南東部には、南九州カントリークラブが所在している。古くはこの地に、 日置軍家が所在しており、江戸時代以前は、氷元と称されていた。江戸時代には、薩摩国日置軍に従院座とのうちであった。村高は、天明8年の、由緒再選町では1047国余り、天保郷町では1137国余り、急行急料取調べ町では975国余りであった。1889年4月1日に、 町村制が施行されたのに伴い、移住院座との内中部の区域より中移住院村が成立し、中移住院村の大技、群となった。公立小学校が村域の中央部に位置していたが、1900年に移住院尋常小学校に編入された。1922年に中移住院村が調整施行し、移住院長の大技となった。 1979年10月8日に、明園寺団地の区域にあたる区域において、大技が設置され、大技軍の打ち技、盾の、宇都へ中さ文亀、船床、原、木原狭間、ま、中紀元、木原の原、大技、徳重の打ち技、西原、内尾さ一本松、大紀元、鬼が、瀬戸、長佐古、平原の上、大技の田の打ち技、小堀、東原、 大座下神殿の内座お見取りの各一部より、明園寺一丁目が設置された。1997年には大座徳重座北又の一部を大、大技群座前田、大久保に編入し、大技群座宇津木田、大久保、浜河原、森の巣八端田、大目ぐる、西古川、東古川、鳥田、筒木の区域より、群一丁目、大技群座 前田、大久保、森の巣、大巡る、深海の区域より、軍二丁目が設置された。2005年5月1日に、移住委員長が、日置郡東市基町吹上町、日吉町と合併し、日置市が成立した。この合併に先立って設置された、法定合併協議会である、日置中央合併協議会において、大技名については、字の区域は、 原稿通りとし、原稿の字の名称の前に、当該字の属する合併前の町の名称を付し、字の名称を変更すると協定された。合併日の2005年5月1日に、鹿児島県の国字である字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。この国字の規定に基づき即日大技の名称変更が行われ、大技名が、軍から、 移住院長軍に解消された。2015年7月24日に、移住院長、徳重、移住院長、伊賀倉、移住院長軍の各一部の区域を事業区域とする、移住院都市計画事業、徳重土地区画整理事業が、勘置処分され、翌日の7月25日には、次回及び一番変更が行われ、移住院長軍及び移住院長、伊賀倉、 移住院長、徳茂の各一部より、移住院長徳茂一丁目が設置された。移住院長群、移住院長群一丁目、移住院長群二丁目の人口は以下の通りである。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年、以降の人口の推移である。鹿児島県立移住院高等学校私立小中学、校に通う場合、学区は、 以下の通りとなる。ありがとうございます。